IOC バッハ会長、バッハ来るなよ広島、もう本当にね、広島の土地に来るなよね。それは平和を思う気持ちではなくって、てめえの利権のため、そしてイメージ良くしようと思う画策なんだろう。来なくていいよ、特に東京から。なんかね、仰々しく東京にいりゃいいじゃん、っていうか日本に来なくていいよ。何しに来てんだよ、リモートでいいじゃないかよ。しかも客を入れろ、お前が入れろよ、営業活動お前がやれよね。バッハ、ジョン・セバスチャン、ジョン・セバスチャンじゃないのか、もうジョン・セバスチャンじゃなくて単なるバッハね。コーツ、コーツなんだよそのコーツっていうのはこいつみたいな感じだよね、 K2 みたいなね、コーツじゃないか。バッハ、コーツ、ぼったくり男爵、よく言ったもんですねこれはね。なんかオリンピックのイメージが悪くなる一方なんで、アスリートの方に気の毒です。これじゃあね、アスリートファーストどころか、アスリートを植えさせちゃうアスリートファストですよ。ファシズムね、まさにこれだ。アスリートファシズムのためのオリンピック、バッハ、コーツ、もう二大悪党でございますね。うん、だからね、こういう風なね、いわゆる白人の典型といいますかね、もうね、あらゆる国に行って搾取して植民地化して巻き上げてくるという風なね、もうそういう風な根性がね染みついてるわけですよこのバッハね。憎たらしい顔してますよね。もっともっとね、なんかこう国に対する敬意とかね、うん、平等であり、そして健康であり、敬い合うような関係、それにオリンピックを使っていただくなら大歓迎なんですけども、今回のねこの東京オリンピックをきっかけに、オリンピックはもう地に落ちたかなと。オリンピックの私物化、現金化、もうね魔物ですよ、百鬼夜行ですよね。諸悪の根源、まさにそれがこのバッハ会長ということでね、ろくなもんじゃねえなと。まあ大体ね、もうね、バッハ会長上級国民でしょこれ、何なんですかね。もう言葉がない人はこのことですよ。こいつがいるから、あなたのような人がいるから、あなたのような人がいるから戦争がなくならないんだみたいなね話になりますけども、考えてみれば西村経済再生担当大臣もこのバッハのむちゃくちゃ無理くりがなければ、酒類提供のおかしな指示なんて出さなかったかもしれないですね。まあそこまで西村大臣を擁護するつもりもないですけども、とにかくバッハはまあね、バッハでもしてろみたいな感じですよね。なんですかね、なんと言うのか分かりませんけどね、あんまりね無礼な発言をすると YouTube からまたね制限食らっちゃいますんで、私のこのね煮え切らない思いを今回の動画で一人でも多くの方に伝えればなと思っております。まあオリンピックはねもういらないよね、アスリートの方もいらないでしょオリンピック、ね、あなたたちがアスリートの方が自分の発表場を、自分の発表の場をね欲しがれば欲しがるほど、結局はこういった利権をね振りかざす人間の銭の種になるということで、本当にねアスリートの方気の毒だなと思いますよ。搾取の対象になってますからね、まあ搾取されても自分の世界を広げれればいいという考えもあると思いますけども、まあでも今ねこういう時代ですから、アスリートの方がオリンピックにおんぶに抱っこしなくても、自分たちでアスリートの方だけでね競技大会を、まあ、設けてもいいんじゃないかと思いますし、それの方がうまくいくんじゃないかなと思いますし、アスリートの方の発表の場はね、あの YouTube でも十分なんか応援者は出ると思うんですよね。もう今その中央メディアの時代じゃないですから、ああいうところには利権の残りかつ絞りかつを取り合うような地味毛量が、まあ、渦巻いてるだけかなと思いますよね。テレビの時代もあったんですけどね、今テレビは集金システムですね、単なるね、単なる、そこには嘘も本当もなくて、金になることだったら何でも垂れ流す、そういった報道姿勢やマスコミ関係の力があるかなと思います。そこに群がるスポンサー、売れれば何でもいいと、嘘でも本当でもそれは放送の限界であるよってことですよね。全ての情報発信が真実を捉えてるわけではなくて、それはいろんな解釈があるから受け取った人が決めてくださいっていうようなね、最終的な言い逃れもありますんでね、まあもちろんこれは
本当にその通りだと思いますけども、多くの方が情報を選別する能力がないところに一方的な情報を送り出すと、まさに多くの方はそう思ってしまいますから、それを織り込み済みでね、発信するその危なっかしさ、危険さ、汚さっていうものは今回のオリンピックで如実に浮き出たんではないかなと思います。はい、まあこのぐらいにしておきましょうか。あの言葉を選ばずに言えばもっともっとね、スムーズに気持ちよく発信できるんですけども、 YouTube の利用制限がありますんでね、私は心の中で思うことを言葉にせずに、まあギリギリの線でぼんやりと伝えてみました。皆さんも身の回りにご注意ください。